どうも、山崎亮です。今日はあの久しぶりにですね外出しました。<laughs> 外出してますか皆さん僕はもう全然してなくてですね家の中にいることの時間がめちゃくちゃ増えてうーんとそれに慣れてそれでとても快適になってしまってですね二足歩行する距離が極端に少ないあのこんな状態になっておりまして。 これから先もですね何て言うんだろうもう本当にこのパタパタと札がめくれていくようにあの予オセロみたいな感じですかねペタッパラッパラッパラッってこうねえっと白だったやつが黒になっていくというかですね現場まで行く予定だったものがオンラインでいいよっていうふうに言われる。 この感覚は、まあ皆さんもお仕事でね、同じような感覚をお持ちしたかもしれません。あの、講演会だけじゃなくて、僕の場合は、あの、ワークショップも同じくなんですよね。ワークショップなんかも、あの、裏返っていくというか、お、オンライン、またオンライン、これもオンラインかっていう気持ちですね。で、まあ、この気持ちをどうやって説明すりゃいいのかなっていうのが、ちょっとこう、 うまく言葉にならないなっていうことに気づいたんですよね。あの、寂しいという気持ちと、ちょっとほっとする気持ちと、これはな、なんだろうな合理的、あ、だから、理性と感性とに両方に何かが働いてるのかな、ひょっとしたら。右脳と左脳に両方に働いてるのかなっていう気が、今ちょっとしましたね。あのどう説明すればいいのかなと思いながら。 えーまあ、いつもの通りとこの何も台本もないようなこのしゃべりにお付き合いいただいてありがとうございますと感謝しながら思いつきで話をしているんですが今思いつきで思,い思ったのはあのこのちょっとこう,こう微妙な感覚は自分のそのうのとさの音とが両方反応しているからなのかなっていう気がしましたね。分かかかりににくくくいいいいいっていいでですすねね現場来ななててととうう行感覚は うんとまあ、例えば盛岡で、えー、ワークショップがありますよっていう話があるとするで翌日は、うん、と九州の福岡で講演会がありますよっていう話があるまあこれまで大体そんなような仕事をしてきたわけですねでところがそのスケジュール帳あとメールなんかを見ていると主催者から続々とメールが届いていてですねあの、まあ、多分主催者の方も、えっと、ギリギリまで、えー、と現地に来ていただくかどうかみたいなことを迷って しでょうねでそれでその、まあ、1週間前ぐらいにもう,もうもういよいよ限界だということになって2週間とか1週間前ぐらいにだいたい連絡あるんですけれどもあやはりこの情勢ですから、えー、オンライン開催とさせていただこうと思いますギリギリまで来ていただきたいと思ってたんですがってまあまあそういうめメールですね、えー、文面でメールを送っていただくことがありだからおおむね2週間か1週間ぐらい前からはどんどんえっと 今からでいうと2週間か1週間前えっと先の先のですね2週間1週間先の予定がパタパタとこう変わっていくんですねオンライン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 っていうふうに変わっていくんですよそれでこの1週間後とか2週間後の予定がまあそうなるだろうな緊急事態宣言も出てるしそうなるだろうなって思いながらもどうするんだろうなって思っていてでやはりオンラインに変わると。 あやっっっぱ変わったかっていうこの時ですよこの時の感覚っていうのをどうやって説明すればいいのかなと思ってたんですね。えー、どっちが先に来てるだろうどっちだろうなえっとやっぱりやっぱりですね自分に何度も問いかけてみるに今問いかけてるんですけどその連絡が来た時に最初に頭に思い浮かんでいるのは「うわいけないんだこっちだな」 うん、多分こっちだな。盛岡冷麺食べようと思ってたのにとかですね。あそこと温泉あったっけとかですね。でもコロナだしな。盛岡どうなるんだろう。オンラインとかやっぱ変わるかな。昨日も一昨日も変わるメール他のやつで来てたしな。どうだろうって。でメール調べたら盛岡の主催者からのメールがあって。んこの時期に連絡が来ることはと思ってダブルクリックをしてメール開いてみる。 と2週間後の森「盛岡オンラインにいてお願いします」ってメッセージを見た時「なんだいけないのか気分はもうなんか盛岡だったのにな」っていうそっちが先に来てますねそっちが来ていてでその後ですね遅れてやってくるのがとはいえ盛岡の夜 に公演するっていうと僕の家からだとですねうーんと最寄りの阪急の芦屋川っていう駅まで歩きこれが約10分で芦屋川から、えー、電車に乗り1駅で宿川ここで降り阪急の特急に乗り換える乗り換えると今度は10出走までが20分ぐらい乗ってたら住宿ぐらいまで行きますのでここで住宿で降り 降りて向かい側のホームに乗るとですね今度はあの豊中の方へ行くあの阪急線があるんでそれに乗って引き返して北へ登っていく豊中の方に行くと他蛍川池っていう駅がありますからこの蛍川池で、うん、蛍ヶ池で乗り換えてモノレールです今度はちょっとちょっと上まで上がって階段登ってモノレールでこのモノレールで1駅だけ行くと、えー、大阪伊丹空港に着きますね。 この伊丹空港に30分前までについておいてそして、えっと、服脱いだりとかいろいろ置いたりマスクマスクはしてるのか電車の時から、えー、そういうのやって飛行機の空港の中に入りそれがないと入らせてくれないから入り、えー、そしてまあまあ20分前ぐらいまでには大体、えっと、搭乗口のところについているとで搭乗口のところについていて20分ぐらい経ったらあ入る入って座り乗る で乗ったら1時間半から2時間ぐらいですね飛行機岩手の方まで行ってそこからまたバスに乗ってで盛岡の方まで行くまあこんな感じですねだから約1時間ちょっとかけて伊丹空港まで行き、えー、30分間待ちそこから1時間半か2時間ぐらい飛行機に乗りえー、だから3時間4時間 まあ4、5時間は移動してるでしょうね。盛岡の会場に着くまでに4、5時間の時間を使ってるわけですね、えー。そして夜だったらもうそのまま止まりますね。講演会やったら止まって。で、翌日の朝、飛行機の時間を見ながら今度は東京なのか大阪なのかまで飛び、乗り換えて今度九州まで行くと。福岡まで行くっていうようなことで、これもまた4、5時間かけてっていうようなことになり、というような、その道のりが全部消えるわけですね。オンラインっていうと、さっと消えて。 えー、時間が来たらダブルクリックするとこうやって会うことができるんです。どうも、生の技量ですとか言って、これで公演ができちゃうわけですよ。これはですね、遅れてやってくる感覚ですけど、んと、5時間、時間手に入っちゃったねって感じですね。えー、5時間あったら何する俺、みたいな、えー、そういうことを考え始めるわけです。 で5時間あったら何する俺っていうのは要するに夜7時から盛岡で公演だったわけですけれども夜7時からだったら2時ぐらいですね昼間の2時ぐらいから家を出ようと思ってたのが、えー、2時から7時までここにいていいってことになったのでここで何の本読むのか何の原稿を書くのかどの仕事をやっつけるのかっていうことをちょっとこう考え始めたりして、えー、時間ギリギリまで過ごすことができてあとはクリックして「盛岡の皆さんどうも」って言って。 なおかつ翌日もですよね、翌日もだから家にいるままですから、家で寝てまた起きて、今度は福岡だったはずですけれども、移動しなくていいんで、翌日も夜7時からだった場合は、また7時ギリギリまでここにいられるってことですね、翌日の福岡もオセロが裏返るかのようにオンラインになってたとするとですよ、うん、これはね、不謹慎かもしれないし、主催者の方には申し訳ないかもしれないけれども、 めちゃくちゃ楽ですね。あの、しんどさが全然違います。あと、うん、ダウンジャケット着たりとかですよ。で、寒いところ行ったんだけれども、次、そんなに寒くないところに行くっていうことで、あと荷物が大きくなりますわね、そうなってくると。だからそういう荷物を背負ったり、ガラガラ引いたりして、えー、あと小さい座席の中に、その飛行機のね、あの、こう、どうしても狭くなっちゃいますから、狭いところにこう丸まって、また僕は体がでかいから、ちょっとこう、 両側をこうやってやっとかないといけないんですよね。はみ出るし。あれを2時間かと思っていた時のものが全部消えて、割と広々となんか狭い、狭い部屋ですけど、飛行機の機内に比べればだいぶ広々と、えー、過ごしていられる。この魔力というか魅力というかね、これは、うん、否定しがたい。だから。 遠隔でのワークショップや講演会やあるいはお仕事が、うん、オンラインでいいですよっていうことになった時のこの何とも言えない気持ちっていうのはやはりその、まあ、システム1とシステム2っていう話をよくしますけれどもあの先になんかこう感覚的なところがあって。 美味しそうだなとか楽しそうだなとか温泉入ったら気持ちよさそうだなと思っていたところにうーんマイナス面として減じた印象をまず脳 o ですね多分それは右の方が多いんだと思うんですがこっちの方でうわ行けないのか行けなくなっちゃったかという気持ちあとね現場で会ったら楽しそうな人とかがいたのにその人にも会えないのかみたいなこととかスーッと引いていく一方でちょっと遅れてその後に あのそれを慰めるかのように「だけど実際5時間手に入ったよ俺」とかって言ってこっちで「じゃあ何やる?」とかいうことを左の脳ですね左の脳の方でうんと理性的に考えるだから対面ワークショップがオンラインに変わった時のがっかりしつつ喜んでいる自分っていうのかな それは本当にこの何ていう言葉が合うんだろうな対面がオンラインになった時の感じはこれなんだろう寂しいという言葉ではちょっと全部表現できてる気がしないんですよねでもましてや嬉しいだとちょっとおかしなことになりますねそんなオ,オンラインになった現場行かなくていいんだ嬉しいっていうところはうまく説明できてないですね言葉としてはね サビうれしい <laughs>。わびさびみたいなことになってる。サビうれしい。もうでもうれしいに重みがあるな、ちょっとな。サビうれしいだとね。寂しうれしい。うれしいっていう感覚とも違うんかな。なんかちょっとこう、何かを手に入れた感じですね。5時間という何かを手に入れた。でも 手に入らなかったっていう感覚もありますね。現場行ったら手に入ったであろうものが手に入らなかったから、手に入らなかったし手に入った感じなんですよ。これを一言で言う言葉はまだ見つかんないですね。何かが手に入らなかったんだけど、何かは手に入ったんです。何か何かというか、食べ物とか温泉とか会話とか食、なんか食事は一緒か。なんかこう。 あ,あと旅館に泊まるホテルに泊まってみるとかちょっと初めての場所とか、えー、その周りちょっと散策するとかね、えー、現場を案内していただいたりすることもありますしそんな時に博物館とか美術館とか面白いのやってたり、えー、なんか近くで面白いお店があったりとかするとそういうのを全部発見することになりますからねこれ全部、えー、現地に行かないと手に入らないものだったわけですけれどもそれがオンラインになると手に入らない手に入らないと思ったけれども 一方では5時間単位で時間が手に入っちゃってるっていうことですね。この2つがね、手に入って入らない、そんな感覚がありますね。それが今、最近この1年間ぐらいは、あのー、やっぱりそうかっていうことで日々感じてますね。今日も2つ3つぐらい裏返りましたね。裏返りました。メールさっき見てたら、裏返ったなって。きっと明日も2つ3つ裏返るんだと思いますね。 パタパタと裏返っていくっていうようなことがしょっちゅう起きていてその度に手に入らなかったものと手に入ったものと頭の中で右と左でこう調整しながら見ているなという感じがしますちょっとこの話あのもう一個話したいなと思うことがあるんですがそれ次の動画で話しようかなと思いますありがとうございました